多次元に同時存在する生命体イハドゥルカ、その脅威にさらされている異世界イ・プラッセール。各国合同の作戦により多大な犠牲を払いつつも、一時的にイハドゥルカをエルスバーゆえ封印することに成功する王たち。だが依然として変わらぬ危機的状況下から、彼らは力持つ異世界の人間の召喚を強いられる。さまざまな思惑を絡ませつつ展開される大規模な召喚計画。非召喚者の選出基準はただ一つの要項に限られた。イハドゥルカに対抗し得る力を持つ者、召喚されし者たちは戦いを決意する。ある者は大切な存在を守るため、ある者はさらなる力を得んがため、またある者はイハドゥルカを愛するがゆえに、そして全ての事象はエルツバーゆえと収束する。